その界隈へのパイプも作りやすい。まだそんなにメモるようなこと言ってないぞ。まずはなんでこのお仕事を選びましたか。お前はバカだから風邪ひかないって言われた。そうか、うん、仲良くしろ。医者という立場からアプローチできないかと考えてのものだが、固く決意したのは大学の時。姫様みたい。お菓子あげる。父の職場はパラダイス。よかったな。え、あの人がと思われる人物像になりきるのが肝要だ。目立ちすぎぬ程度に人当たりよく。え、あの人が。医者は魔法使いじゃないからな。他人の心が読めるわけじゃない。なぜお前が得意げ？